紀元節に思う、日本の祝日を伝統の祝日にと。昭和19年生まれ、戦後教育を受けた老生だが、祝日は祖国の伝統に習いたいと思う。四大節元旦四方拝、2月11日紀元節、2月23日天長節、11月3日明治節。あと、11月23日新嘗祭、3月を彼岸中日の春季降霊祭、9月同じく秋季降霊祭。およそ2680年余り皇室が執り行ってきた伝統の安寧の記念に、大御宝と呼ばれる私たちもこぞって奉祝と答える日だ。それに5月5日端午の節句、成人を祝う日を加えたい。もちろん、他国から押し付けられた憲法発布の日、敬老の日、巳の日、山の日とか取ってつけた祝日などいらない。国民の祝日は皇室と国民ともに伝統ゆかしい祖国と民衆を称えよう。先週9日、US 婦人議員のサルマネズキナ・ハスッパ野党ババ様国会議員が白むく、喪服か。と思った、を羽織って抗議の国会登壇で愚かしい批判を満天下に示したとか。目指すお相手、森喜朗元総理はかつて日本は神の国と発言してマスコミ多くから侮蔑の批判を浴びせられた。例によって戦前枠批判が受けると安っぽいマスコミにいいように叩かれた。戦後初等教育の場から排除された日本書紀、古事記。伝統日本の解体を目論んだ GHQ と朝鮮系支配の共産党と左派は徹底的に忌避し、今に続く。一方、日本人は自由に万葉集に親しんでいる。万葉集は持統天皇が8世紀初めに下記の元人麻呂に編纂を命じられ、約30年もの間続けられた皇室と大御宝、国民、による和歌集だと言われている。GHQ どもでもこれは排除できなかったに違いないと思う。その万葉集によれば、古代から天皇、皇室、は大御宝、国民、の安寧と豊かな生活を祈り政策を施行している。国民も天皇の真心に応えている。戦時中の軍部独裁横暴を想起させる一切を抹殺する戦後の史観は硬直的で一方的な政治観もはっきり覗ける。到底民衆の史観足り得ない。もう普通の伝統を慈しむ日本に立ち返ろうと考える。紀元前1400年頃から記述されたという旧約聖書を母国イスラエルが排除した話を知らない。中国は焚書処分を何とも思わない歴史伝統に不遜な民族が支配する。だから世界常識から見て醜悪なのだ。決して日本はそうなってはならない。まず、今日の紀元節を祝おう。お聞きいただき感謝申し上げます。